言うてんね、美味しそう。こっちにこう、ずるずるしてあ、ちょっと落としてみて。でれれれってれー、栄養満点ダイエット食でございます。よいしょ、ここに置いて。あ、袋の方。うん、あ、これ汚れるけ。口拭くやつで拭いたら。うん、拭く。うん、拭くちゃうか。食べないですか？食べるよ。まず撮影から。はい。じゃあですね。じゃあうちも。今日のランチって。これはゼロジバペンダントです。うん、はい。作りました。出たろ欲しかろ、一食目、ん、一食目なんて、一食目、うん、うんうん、いただきます。じゃないです。うん、違うぞ。うん、じゃがいも。うん、おいしい。ケチャップか。玉ねぎだ。おいしい。ご飯から食べれる。痩せてはないけど。なんか本当すごい妊娠してるんじゃん。何ヶ月で生まれます。何が生まれるの？赤ちゃん。一瞬。万年臨月。うん、すごい美味しい。何これ？卵。うん。あ、この昆布を混ぜることによってこんな味になるんだ。美味しい。豆や。うん。これ何食べてすぐ作れうん、うん、うん、むしろお外で食べるのがいいね。うん、うん、日本って、うん、空気がうまいんだって。あ、汚れは少ないもんでしょ。ん？ん？汚れが。うん。だから韓国人とか中国人が来たらびっくりする。空気が違う。うん。飛行場入ってこの窓から見たら目が手になりますもんね。何この色みたい。今からちゃんぽん食べれって言われても入りそう。もうお腹いっぱいって脳にいいかせん。うん、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 むしろすごい。普通に女性やったら これだけでご飯済めちゃうね。うん、でもご飯一杯分。ご飯じゃん。うん、これで。うん、マジ？すご
あ、男用の。うん、うん、子供用のお茶碗やけ、何回もおかわりしてな、何杯食べたかわからんこの人ね、僕の霊感で遊ぶんよねネタにするんよね金で動くらしいぜって書いてくる、うん、僕、名前を聞いたら、その人の性格は分かるんですよ金の金額で動くらしいぜひろみやってね、ネタひろみか、うん、で、土曜日ね、断れんけん一緒に行ってって、うん、行って、ゴルケル行って行って、で、うちはもう家やけん自分の衣装ね、バタバタ食事してラストまで残らんで食べ終わったらさっさと抜け出してで二人で行こうかと。まあ奢ってくれるんやったらええやん。ん？で、この人が？うん、いやー、それは旦那さんの生活、仕事遠いね、長っ。台の方かな。やっと出てきた。また引っ込んだ。あのね、僕の妹が動画見て、前回の動画に出てきた女性、あの人めちゃくちゃいいやって言ったね。いや僕はちょっと太ってる人はねって言ったけど、贅沢言いませんなって言われてさ、楽な人がいいよ一番、もうその年になったらって言われて、まあ、そういう意味で本当楽。遅い。何しようか。お腹美味しい。ごめん、あのね、一人間違えて、ヒロミだって。あ、ヒロミか、うん、あ、全然違うわ。うん、ヒロミさんはねカメラ好きね、あんた。でもうちカメラ持てないと、ちょっとずじってきた人ヒロミさんか、うん、あ、結構ね、男が好き、うん、女、ひろみが男好き。男好きで、エッチが好き。うん、うん、うん。で、特にお金を出してくれるんやったら誰とでもね。やると。うん。ちょっと待ってね。ひろみ。そんなんかたかんでいいよ。あ、なに。あまり良くない性格。いやいや。なに。性格はいいよ。いいのになんで人のことを。幼稚の友達に日本で話すすごくないねってことそれを正確なの、うん、悪くはない。そっち面がいいだけかと思ったわ。こっちで裏表があるなって思った。ただ僕の知ってるヒロミさんはそういう性格やったから、うんうん、あの発泡美人やし、うんうん、あはあ、そうよね、うん、どういうふうに変えとけばいいか。結構いい仕事しようやないこの人。な、収入いい仕事してんじゃない。うん、うん、あ、高級取りじゃない。いや、そこまではないけど、例えば銀行関係とか、うん、お金の匂いがする。うん、匂いってこっちかな。
パン山尾でございますあ、そう、温泉スーパー銭湯でも行ってタチューシール入ってきた。何？え、スーパー銭湯で何シール？タチューを見えんごってシールで。あ、タトゥーがあるの？うん、あこんな聞いたらもう汗だくよダイエットにいいやあ、いや、身長出していいから冬でも汗かいてほんと、はい、おめんっていくらなの？おめん、おめん、何言ったの？ちょっと動画回しながらいいよ。あ、顔つけると、うん、私、丸出しにしてやらかい。かわいい。かわいい。15歳に見える。見える。犯罪よ。ちょっとノイル入ってきようけん。聞いてみてもいいよ。あ、でも飲むっちゃう。飲むやつ車で来れんや。何の話？あ、次の土曜日おごってくれるんやったら行くよみたいな。あ、僕？うん。あ、それ別？そんなのあってもない人におごってもらうわけにいかん。ああ、びっくりした。師匠、ご飯でも今度は。あ、私系のなんかほら、あれがこんな大きさのがあったら。うん。これ今ヘアドレッシング。あ、これ1200円になる。それ持ってる。あ、本当。味開けれたり。うん。さっきお腹痛いなみたいな。もうお腹痛い。マジか。燃費悪。燃費悪いな。背がちっちゃいから届かない。そうそうそう。僕も背小さい方なのに、うん、相当高く見える149.4 大人男性飲みました。ああ、ダメだね、白がいいかな。うん、白がいいね、うん、これないね。意味よったら美味しくなるけどね。あ、僕も買っとこう、うん、同じやつ、うん、あ、明日ちょっと違うね。これにすると色が好き。うん、あ、写真の色になるから。今普通のコップに入れとうから、うん、こっち変えてあげた方がいい。買ってあげる。ね、なんで糸？すみません。お前も早いでしょ。ガラスも。あんじゃん。でもちょっと高い背が。いいんやない？背が高い方が。あ、高くていいの？うん。あ、じゃあ。こっちがいいね。僕もそれしようかな。ね、変えよう。こっちがいい、どっちがいい。こっちの方がいい。ね、センスがいい。意見が一致してる。戻してくる。とりあえずの店員の審査のお言葉は、思わぬ事故や
モデルですけどね。I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be.